ネオの投球フォームの変化がやばい。覚醒や高騰の要因。 YouTube の野球一貫にて野球解説者金村悟氏が練習試合で高騰したネオ投手の投球内容を分析した。映像見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ良かったです。去年は2段モーションの2段目の時に左肩がバックスクリーンの方向に入りすぎていたのが、今回の投球ではその圧迫が改善され、明らかにコントロールが良くなっている。すごい成長してる。一軍で通用すると思いますと絶賛した。金村さんの解説は素人にもわかりやすい。こんなん期待してまう。涌井が足上げて間を作って内にひねる流れのアドバイスをしてたのを見て納得しました。ネオのフォームは躍動感があって好き。金村さん、ドラゴンズのコーチありませんか。打つ方でも同じような圧迫があったよな。ダメだったら責任取って中日のピッチングコーチやるべき。防御率3点ぐらいで投げてくれると最高。ストレートは昨年も打たれてない、いける。高騰はもちろんやけど、やっぱ9番ネオのバッティングが見たい。開幕ローテ入り、期待してるぜ。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。